はい、皆さんこんにちは、カゼンドです。こんにちは、タクです。今日はですね、毎月我々もやっていたこの、はい、ゲームウィザー見てですね、野手キャラ最強ランキングと投手キャラ最強ランキングですか、はいはい、これをね、見ながらいろいろ振り返っていくという放送でございます。はい。で、今まで、まぁ、ちょっといろいろね、あーだこーだあって、まぁ、それぞれ分けてやってたんですけど、うん、ちょっと今月は一緒にしました。はい。うん。っていうのも、まぁ、そんなに変動がない。うん。うん。ですし、我々もそんなに話すネタ的にね、どうしようみたいなのもあって、うん、一緒にやっていきたいと思います。はい。まず早速ですね、野手キャラの全体ランキングでございます。1位のみ、変わらずでございます。はい。あ、前回も、ルシファーだっけ？のみだったよね。いや、待って。どっちだったっけ？まあ、こんな感じです。まあでも、そんなに変わりはないよ、うん、本当に。もうだから正直この企画、うん、ね、やった方がいいのっていうぐらいな感じで、まあただコメントで何名かがやってくださいって言ってたんで、ね、まあ、やってますけど。なんか全キャラでアーダコーダ言いたいよね、だから。どうせやるんだったら。うん。もうここに限定して言うともう、何回も話しますからね、我々。で、あとやっぱり当然のようにまだ飲み持ってないとかも、ね、うん、方もいるでしょうし、うん、今キャラってすごい増えてきてるから、はい、どん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 その、なんていうの、限定キャラじゃなくて普通に通常に配信されてるキャラも出づらくなってるんですよ。うん。だから、難しいよね、そうなかなか。うん。だから本当はさ、このキャラを当てて、このキャラは強いんだよ。でもどこのキャラ、どこの高校で役立つみたいなところまで言えたらいいよね、俺らが。やばい、面白いの考えました。うん。既存の常設キャラオンリーでデッキ組むっていう、うん、最高キャラを、うん、最強キャラを我々で作りましょう。おお、やろうか。まあそこもどこの高校限定とかいろいろありますけど、うん、それを野手と投手でやろうか、うんうん、何高校かでね、これがいいんじゃないですかとかちょっとやりましょう、うん、全然多分変わってくるんで、うん、常設だともう2位3位4位こういないですし、5位は雷か、うん、まあでももう規約ヘッドのね、ホムラと農民をかぶってどっちか使えないし。ライチも使えない。だから、シラスでそのデッキ作ればいいんだよな、俺らが。まあそうですね、シラスじゃなくても、まあ、3つぐらい、なんかピックアップして。うん、そしたらもう相当面白いと思いますよ。それやろ。逆に組めますそれやろ。もう限定キャラベースじゃないですか。うん、言ってもらって。最近そうだよね。はい。だって、筋力最強ランキングの方に移ったけど、見て、1位から4位限定です。来たー、東条。東条が5位。お前はやっぱいい男だ。ロジカルマップが超優秀らしいですよ。あ、そうなんだ。うん、まあいいっすね、こういう情報は。ね。あ、でもそこはね、やっぱ PSR が前提になる気がしちゃうんだよね、僕は。うん、打撃最強ランキング、最後かまかり、カンパチ君。総理最強ランキング。でもやっぱりホムラはいいんだよね。いや、うん、イベントも少ないしね。そうです。体当たりコツ、チャンスコツ回収、エピログあり、はい、素晴らしいですね。おお、ナイトメール、はい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 。ナヌークとかそういえばいたね、うん、いや、ナヌークも本当に45にしたい。いつピックアップくるかでね。裏が。裏が。おお、ひじりさんや。うん。メンタルキャラです。火災。なるほどね。彼女キャラで限定っていうのはなんかいるの？あの、吉岡里帆とか。ああ、ああいう系か。並木とか。うんうんうん。5月にルシファーが1回全体ランキング1位になったのね。うんうん。あ、これで見るとそんな。あ、でもこれ全体じゃないですね。ここ、あの、一番上が全体。ああ、そう。まあ、こんな感じだそうです。はい。あの、とりわけ話すことないんで、そもそもゲームウィズさんのこの最強ランキングがどうなのっていう話はまず1個あるよね。うん。うん。それはもう皆さんからずっと言われ続けてきてくれたことでもありますけど、まあそこら辺をね、払拭すべく、我々でその企画今度やっていきましょう。はい。うん。お盆明けぐらいかな。うん。やっていきましょう。続いて投手。はい。投手は何か変動ありますか？
新キャラとかも出てきてるからね。新キャラまだ入ってないですよね、こっちには、うん。1位が虹谷、はい、ルシファー、暁守、はい、で、はい、スバル、はいはい、スバルかで、友沢、神楽坂、鳴宮、ほぼ限定スバルだけ、スバルと虹谷ジャンプアップしましたね。すごいね。前ないでしょ。8とか9ぐらいじゃなかったですか。うん、顔出してるぐらいだったよね。へえ、うん、変化球、山口くん2位じゃん。そうなの。ちょっと待って、ちょっとかっこいいって何？ね、ちょっとぐっさんって言われてるじゃないですか。かっこいいって何？いや、だからあの、友沢が、やっぱ評価されてたように、うん、山口も、一番最初のキャラですかね。いやいや、答えになってない。かっこいいって何？いや、だからそのかっこよさですよ。オリジナル10って言うんですよ、サッカーで言ったら。嘘でしょ。いや、ほんとそう、ほんとそう。いや、じゃあそう書けばいいじゃん。いや、だからそこ、別にそう書かないやついいじゃないですか。そう書けばいいじゃん。何かっこいいって。いいじゃないですか、それは。いや、ちょっと、はいはいはい、はい。東条の良さって一緒ですよ。いや、いいよ、いいよ、はい、分かった。トークがそういう風に言いたくなる気持ちは分かったけど、なんでそこまで山口押すの？山口押しなの？いや、だから、うん、あの、常設、常設っていうか、うん、あの、一番最初からいたキャラで、まず変化の優秀さ、分かりますかね、かつて。一番最初のオリジナルキャラで。だって変化球キャラ全然なかったんですよ。あ、その時じゃ最高だったの？最強だったの？で、それで言うと、もう変化球イコール最強だったんですよ。で、グッサンとスバルなんですよ。うん、そこ引き当てない限り変な話、球速ばっかりいて、うん、パワフル高校でやってみてください。変化球2とかしか使ってない。リアルそんなもんなんですよ。それちょっと言い過ぎだけど。うん、そこで言うと、このもう山口とスバルの、ね、重宝されるというか。じゃそこまでひっくるめてのかっこいいなんだ。そうっす。わかった。認めよう。ありがとうございます。もうちょい書き方あるだろうと思って、せめてカタカナにしてほしい。いや、かっこいいんですよ。さあ、休息です。はい。うん、なんかコメントありますか？シゲノは、うん、あれで輝いたってことですよね。暁で、強化暁でね、多分おそらく。そのジャンプアップじゃないですかね。なるほど。コントロール。猪木が、また来てますよ。前ちょっと風投げ抜かれてなかったっけ。確かにそんな記憶もある。なんでですかね。でもっと言ったら北斗はぶっちぎり1位だったよ、ね、あれそうでしたっけ。風投げじゃなかったですか。もうコントロールに関しては。そうだっけ、まあ、風投げが一番いい気がします。スタミナはね、うん、これはもうしょうがないよね、はい、唯一のね彼女兼。あーでもなんかちょっと今スタミナ見てもらいます。鋼くんロマン街道なんか、いろいろあれなんでしょうね。今、あの、編集してないんじゃない？基準が変わってるんですね。ただ強いとかじゃなくて、やっぱ街道で。いや、だったら、だったら俺マグロをもう少し、なんか入れてほしいよ。そう、なんで男前とかさ。目つきいいとかさ。いや、それはなんか個人的にマグロが。で、なんだよ。マグエンドさんだけに言ってた。佇まいとかさ。こんなキャラいないよ、この目見て。はい。いや。って感じでございます。はい。だそれでこそさ、このナゴミなんか俺すごい暁で使わせてもらったよ。まあまあ、もうこう飛びましょう。うん、で、あの、一番上の、もう一回。これ見る。一番上いく？うん、一番上の。あれに戻りましょう。ランキングですか、トータルね。1位虹谷、2位ルシファー、3位暁守。まあやっぱ変わらないっすね、もう本当に。まあでもそろそろそうだね、友沢が落ちてきたのをなんか偉そうに分析すると、うん、多分技術ポイント普通に稼げるようになったんですよ、最近のサクセスが、うん、新しく出てきた明教高校にしても、うん、前回の暁にしても、うん、あの割と稼げるじゃないですか、技術とか、はいはい、多分足りないってことがなくなってきて、うん、友沢のその技術ボナの良さがなんか落ちたのかなっていうのはなんとなく感じますね。別に友沢が落ちたというか普通に稼げるから友沢じゃなくても良くなったみたいな感じ。あ、そう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 。だったらもっと変化球キャラとか変化球ポイント詰めるキャラでももう良くなったんじゃないかっていうのを、まあ、なんとなく
感じていて、なるほど。でさらに第三球種、それ変化球ポイントがさらにつくから第三変化球折り辺で欲しいもんね。 そこを折り辺で4位にスバルが入ったのかなっていうのは、ああでもそうだよ、友澤がちょっと下がってスバルが上にいるのはなんか感じますね、うん、あとスバルに関して言うとスタートライブ割とつきやすいもんね。そうそう、そこなんですよ、うん、で友澤はもしかしたらど根性失敗する可能性も、ね、うん、あるしね。ありますあります。まあ、ただ、イカリとのね、強力なコンボって書いてある通り、イカリを連れていく前提だったら、友沢セットみたいなところはどっか俺にもあるよ。わかります、うん。強力なコンボでも、これ経験で100に対強打者コツも思います。それはマジででかいです。うん、で、あとはこの6位にいる神楽坂、うん。これがやっぱり45なら、もっと上に行っていいと思います。ああ、設定として。てか、これもそうだよね。35ベースか45ベースで全然違うもんね。違います。神楽が45だったら、やっぱり、最近また、シラスより別の高校っていうイメージ強くなってきたと思うんですよ。うん、当初は特に、うん。それで言うと、やっぱり所持コツっていうのがまたキーになってきて、その時に神楽の持ってるコツってすごい優秀ですし、うん、そっからね、いろんなコツ、奪三振とか、もらうっていう意味で、まあ、神楽45なら、もうちょい上でもいいかなっていう。なるほどね。また這い上がってくるぞっていうのを感じます。はい、私もですね、神楽坂は PSR で所持しておりまして、まだ開放1なんですよ、うん、そうですね。ただ SR も今あの貯めてますし、はいはいはい、ちょっとワンチャンあるかもしれないね、うん、今回このイベントで SR の大丈夫博士像をもし使えるんだとしたら、はい、かなり変わる。そうですね。え、俺 SR プラグを目指すでいいんだよね、最初神楽に関しては、うん、だと思います。もう今プラス3ぐらいまでになってると思うんで、今3まで作れる、はい、したらやっぱこれとりあえず5を作って、で、その後でとりあえずサクセスやってていいんじゃないですか。で、よく考えようか。そうですね。で、うん、その先で、SR で出てくる神楽坂をどん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 食わせて、PSR に単体で食わせて、で、そこが1個解放したら、PSR にあの、プラス SR5 も食わせましょう。そしたらもう40、うん、プラス 3? PSR3 の46。はい、作れると思うんで。まあ、パワプロの日が楽しみですね。そうですね。おそらく神楽坂、はい、また復刻するでしょ。だと思います、うん。僕もちょっとそこを楽しみに。うん。まあ、神楽坂が一番楽しみですね、パワプロの日で。うん、しかもこいつさ、やっぱかっこいいもんね。そら、だから、そうだから、違う違う。違う違う。だから俺それを入れてくれっていう意味で言ってる。なんだよ、お前。だからやっぱりかっこいいって大事なんですよ。うん。いや、一言いい？うん。これやっぱりパワプロファンの人いろいろと思うけど、俺申し訳ないけど山口より、山口より神楽坂の方がかっこいいと思うよ。そのかっこよさじゃないです。渋いんですよ。オリジナルキャラで。昔からいる。ね、カモシリーズからいる。いやさ、俺これちょっと待って。で、あとはほら、ちょっと前にあれもあったじゃないですか、あの、見直し。修正があったじゃないですか。うん、かそこもあって、一回ここ入れとこうよって。ちょっとさ、俺らもなんかウェブサイト作る一個。なんかかっこいい。違う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 。あの、最強投手キャラランキングとかさ、他のさ、攻略こうやってゲームウィザーみたいに攻略俺らできない。うん。でも、このキャラこうだみたいなさ、なんかそういうサイト、ブログっぽくてもいいよ、うん。それをさ、あの、視聴者の皆さんと一緒に作り上げていくみたいなの。ああ、いいですよ。作るもん。やってみたいですね。ねえ。まあでも本当にあとは35ベースか、45ベースか、うん。もうそれもさ、しっかり分けて。うん。そこが結構大事になるのかなと思います。一概にこれを見てね、うん、45での強さとか、いろいろ勘違いしますからね。え、神楽坂ってサウスポーなの？今更だけど。これサウスポーの投げ方？そうだけど多分違う。いや、サウスポーだと思います。先生、そこだけちょっと押して調べてみましょう。こういうのもさ、そこに書いてほしいんだ。サウスポーとか、サウスポー。いや、でもまだわかんないです。いや、これサウスポーだろ、この。こうやってるかもしれない。やんねえよ、やんねえよ。サウスポーですね。サウスポー。はい。だいぶかっこいいよ。ちなみに、あの、一応不確定じゃん。うん。何回ぐらい失敗したことある？ゼロっすね。あ、ほんとに？俺2回あんの。マジっすか？うん。神楽坂失敗2回。なんか2回目を失敗すると、ちょっとドキッとするよね。うん、そうっすね。そこは俺もあります。これってさ、俺全然見てないけどさ、どうなると失敗なの？ 2 回目で？いや、3回目は3回目でまたちゃんと失敗か成功かす。
2回目せ、あ、2回目を失敗か成功かで成功しちゃえばもうそこでもらえる、うん、そうだね。で3回目で失敗か成功かって、3回目は成功すればもらえるけど、3回目はもう失敗したら終わりか、うん、いいキャラだよね。めちゃくちゃいいキャラっす。回復もあるしさ、謎っすよこいつの強さは、うん、宝塚ゲットとコンボがあるしさ。だからさ、なんか俺らでやっていくこととしてさ、なんか一人のキャラとかをもう一度分析し直す、今日は誰々みたいな、そういうのもやりたいね。うん、うん、俺そんな語れる選手いないけどさ、キャラいないけど、うん、難しいっす、うん、これをやってる人がダンジョンメインでやってたらもう俺らの話ってそもそもだからそこはさもうあのミスと泉枠にしよう。そうっすね、うん、それでやっていけたらすげえ公平にできるのかなと思いますけど、なんでもほんとこのゲームウィズのランクをね、パッて見ただけで、なんか1位虹谷なんだで、じゃあ例えば35の SR 虹谷入れようは、なんかまたちょっと、話が違う。話が違う。前後があったり、変化球ポイントをね、どれだけ詰めてるのとか、いろいろやっぱそのバランスはあるんでね。そうです。はい。まあちょっとそこら辺も踏まえてですね、皆さんも、ぜひともなんか我々と一緒にね、こういうことを盛り上げていただけたら嬉しいです。うん、じゃあそんな感じで。はい。この後ちょっと、ミンゴルの放送あるから。そうですね。早めに切り上げないと、まあ、もちろん、はい。じゃあ、そんな感じで、またどこでお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。